はい、こんにちは、スプラートでのめちゃんとメロちゃんです。今日はメロちゃんにクイズですということで、太陽君とことわざクイズ。ことわざ小学校5年生、これ分かんなかった。日本じゃない、メキシコに強制送還。はい、行こう。テストの時間に大きな音を立ててみんなに白い目で見られてしまった。どういう意味？白い目で見られた、うん、白い目で見られた、どういう意味？白い目にして分かんない、分からない。次、母に何度も注意をされて、うん、耳にタコができた。タコタコができた、耳にタコができた。なんか全然分かんない。聞かないから、うん、あの耳使えなくなる。違う。約束を破ってしまい友達に合わせる顔がない。あ、もう会えない、もう謝ることができない、もうそれはひどすぎて謝れない。そう、本当にやった。じゃあラストです。 OK。 焦っても仕方がないからもう一度頭を冷やして考えよう。頭が冷やして考えよう。なんかもうちょっとゆっくり、あ、クールダウンってことね。クールダウンです。もう一回ゆっくり考えてやり直す。正解です。おめでとうございます。じゃあ半分半分できた。5年生じゃなくて、まあ、まあ3年生ぐらい。そうだねということで、ベロちゃんの日本がまだまだだと思う人は高評価と、まあ高評価お願いします。ということで、チャンネル登録お願いします。コメントもよろしくお願いします。アディオスアミゴス。